12月19日のリビングライフの時間です。私はウェスレアンホーリネス教団の玉川キリスト中央教会牧師本間と申します。今日は歴代史第2、32章24節から33節の御言葉を共に読んで恵みをいただいてまいりましょう。歴代史第2、32章24節から33節。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼が主に祈った時、主は彼に答え印を与えられた。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼を呼び、エルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。さてヒゼキヤは富と誉れに非常に恵まれた。彼は銀、金、宝石、バルサム油、盾、すべてのたっとい器を収める宝物蔵、穀物、新しいブドウ酒、油の収穫のための倉庫、およびすべての家畜のそれぞれの小屋、群れの小屋を作った。彼は町々を建て、羊や牛の家畜もおびただしいものであった。神が非常に多くの財産を彼に与えられたからである。このヒゼキヤこそ、ギホンの上流の水の源を塞いで、これをダビデの町の西側に向けてまっすぐに流した人である。こうしてヒゼキヤはそのすべての仕事を見事に成し遂げた。バビロンの司たちが彼のもとに大言者を使わし、この地に示された印について説明を求めたとき、神は彼を試みて、その心にあることをことごとく知るために彼を捨て置かれた。ヒゼキヤのその他の業績、その忠実な行いは、アモツの子、預言者イザヤの幻、すなわちユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの子らの墓地の上り坂に葬った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民は彼が死んだ時、彼に栄光を与えた。彼の子マナセが代わって王となった。今日の聖書はヒゼキヤの王としての生涯のいわば後半部分について記されている場所であります。歴代史の第二においては29章から32章にわたって4章という非常に長い部分がこのヒゼキヤのストーリーに割かれています。また同様の物語を記している列王記第2におきましては18章から20章と、ここも3章という長い分量がヒゼキヤに割かれています。歴代史も列王記も多くの王たちの成した出来事について記してあるわけですけれども、これだけの長いページを割いている人はそんなに多くはありません。これだけ長い分量が与えられているということは、その信仰的な歩みがそれぞれの書の著者たちによって評価されているということでありますし、また神様の視点から見てもこのヒゼキヤ王が
評価されているんだというふうに言うこともできると思います。しかし残念なことに、その生涯の終わりは少し尻つぼみであったような印象を得ます。ヒゼキヤはこの前の章部分において、アッシリアの攻撃を信仰によって、祈りによって何とかしのぐ、主によって勝利を与えられて、そして助けられるという大きな恵みを経験しているわけです。またヒゼキヤ個人のことで言えば、今日の24節に、その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼が主に祈った時、主は彼に答え、印を与えられたと。そのように死を覚悟する大変な病を経験したこともわかります。列王記を見るならば、この病を祈りによって癒された時に、神様は15年寿命を延ばされたとありますので、ヒゼキヤの29年のその王としての時間を考えると、その治世のちょうど真ん中あたりで死を覚悟する、そのような病に見舞われたことがわかります。しかし主はヒゼキヤの切実なる祈りを聞かれて、そしてヒゼキヤを癒し、なお王としての歩みを導かれたのであります。国難も、また個人的な大変な病という、そういう困難も、このヒゼキヤは主にのみ頼ることによって乗り越えてきたのであります。にもかかわらず、今日のこの聖書の箇所では、ヒゼキヤが高ぶり、主の御心にはかなわなかった姿というものもまた記されています。25節26節を読みます。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼およびエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に望まなかった。もう一箇所、31節も読みます。バビロンの司たちが彼のもとに代言者を使わし、この地に示された印について説明を求めた時、神は彼を試みて、その心にあることをことごとく知るために彼を捨て置かれたとあります。ヒゼキヤは信仰の王でありました。それゆえに主の祝福を受けた王でありました。物質的にも非常に豊かになり、多くの財産を主から恵まれました。しかしそこに誘惑が入り込むことになってしまったようです。高ぶり、しかし悔い改め、しかしまた自分自身の王としての歩みを褒めたたえる人がいれば、またそのことによって高ぶってしまう、そのようなヒゼキヤの後半の歩みであったようです。私たちの人生にも誘惑がつきまといます。特に高ぶるという誘惑がつきまとうのではないでしょうか。私自身も牧師としての働きの中で失敗をし、また自信を失い、本当に自分のようなものが牧師をしていていいのだろうかとさえ思い悩んだ時がありましたけれども、しかし主はそのような私自身がもう一度立ち上がるために、多くの人たちを用いて、また多くの人たちを本当に私の目の前に送ってくださって、励まし、支え、導いてくださいました。そして
このようなものであっても、もし御用をさせていただけるならばと、主はさまざまな働きを私に与えてくださり、そして仕えてまいりました。でもそのようになってくると、また傲慢な思いというものも自分の心の中に湧き上がってくるのであります。ですから主はその度に、思い上がるな、お前ではないということを私に教えるために、またいろいろな本当に悔い改め、また主により頼むことをもう一度しっかりと思い起こす、その困難や問題というものを私に与えられます。私たちの生涯には高ぶりの誘惑がつきまといます。ヒゼキヤ王も素晴らしい王でしたけれども、最後にはそのような思いがつきまとっていたようであります。今死の前にへりくだろうではありませんか。私たちが何か物事がうまくいったり、また自分自身が評価されたり、また必要とされているというその実感の中で、思わず高ぶりを覚えてしまうとき、しかしその時見るべきもの、見つめるべきものはやはりイエス様の十字架でありましょう。イエス様が私のために死んでくださったからこそ、無価値なものが救われて、命を与えられて生かされている。常に私たちはその主の十字架に帰るべきであります。もうすぐクリスマスを迎えます。喜ばしくイエス様の誕生を祝いますけれども、しかしそのクリスマスの主であるイエス様は、私たちの罪のために十字架にかかってくださった救い主です。お祈りをします。愛する天のお父様、自信を失えば自分を卑下し、少し調子が良ければすぐに高ぶってしまうようなものであります。しかし全てはあなたの恵みであります。そしてあなたの十字架の血潮の贖いによる命の中に生かされているからであります。そのことを常に思い起こし、高ぶることなくへり下って、あなたの恵みの中を歩むことができますように、イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。 Thank you.